ハニュー・ユズル、30歳の誕生日に全国ツアー開幕、命とは何か、埼玉、広島、千葉で。冬季オリンピック、五輪二連覇王者のプロフィギュアスケーター、ハニュー・ユズルさん、29が、アイスショの全国ツアー、ユズル囲アイスストーリーさん RD エコーズオブライフツアーを開催する。ハニューさんが綴る、アイスストーリーの第三弾。人生の旅路や成長をテーマに、メとは、そして、 生きることの本質を問う物語。12月から来年2月まで、全国3公演のツアーとして開催される。4日午前11時11分、発表された。写真華麗に演技する羽生さん。30歳の誕生日を迎える12月7日に、埼玉スーパーアリーナで開幕。同9日、11日の3日間、開催される。来年1月3日、5日には広島グリーンアリーナ。 どう2月7日、9日は千葉、ララアリーナ東京米で行われる。太目を外に向ければ、私たち自身を見失ってしまうような、情報にあふれた社会の中、自分の痛みも他人の痛みも感じ続けてしまうような世の中で、命とは何か、私とは何か、そんな途方もない問いへのヒントになりたいと思い、物語とプログラムをつづりました。発表に際し、そうコメントを寄せた。 22年7月19日にプロ転向の決意表明後、表情で史上初の単独書として綴ってきたアイスストーリーの第3弾となる。23年2月にスケーター史上初となる東京ドーム単独公演ギフトを成功させ、同11月には r e アンダーラインプレイツアー。夢の続きとして制作総指揮の羽生さんが創造する新ジャンルの世界を届ける。演出には過去2作と同様。 美子さんを迎える羽生さんの全コメントは以下の通り私は生きているということについて物心ついた頃から漠然と考えてきましたそして東日本大震災を経てまたさまざまな災害に遭われた方と出会い記憶や思いに触れ加えて近年急増しているように感じる日本各地の天才や世界中の困難を目にするごとに学んできた生命倫理と考え 感じてきた私が持つ哲学の中で私が生きているということ、生きている意味について答えを探しては見失い、また探して見つけて仮定してということを繰り返してきました。太目を外に向ければ、私たち自身を見失ってしまうような、情報にあふれた社会の中、自分の痛みも他人の痛みも感じ続けてしまうような世の中で、名とは何か。私とは何か。そんな途方もない問いへのヒントになりたいと思い。 物語とプログラムを綴りました。きっと、私にしかできないなんてことは、この世には存在しないと思います。AI やテクノロジーが発展している今、人間にしかできないこともどんどんとなくなり始めています。ただきっと、作り上げていくチームと、公演を見てくださる皆さんと一緒なら、その一瞬は、私たちにしかできないことに変わると信じています。世界最高峰のチームと、そして、 皆さんと一緒に最上級の体験をしていただけるよう心を込めて魂を込めて全身全霊で滑り届けていきます。原文ママ今回のアイスストーリーは羽生さんにとって単なるアイスショーではなく自身の深遠な試作を表現する舞台となる。過去のギフトや RE アンダーラインプレーで培った経験をもとにより進化したメッセージを伝えることを目指す。 名というテーマは、羽生さんにとって非常に個人的なものでもある。東日本大震災の経験、そしてその後も様々な災害や困難に直面する中で、羽生さんは、名の意味について深く考え、探求してきた。その過程で得た知見や哲学を、今回のアイスストーリーに込めて表現する。公演を見る観客は、羽生さんのスケートを通して、名について改めて深く考える機会を得られるだろう。 羽生さんは、自身の経験や考えを共有することで、観客それぞれが自分自身の、目へと向き合い、人生の意味を見つめ直すきっかけを提供したいと考えている。また、羽生さんは、現代社会の情報型や、他人と自分の境界線が曖昧になりつつある状況にも着目している。そのような状況の中で、人々は自分自身を見失いがちになっているのではないかと危惧している。羽生さんは、 名という根源的な問いを通して、観客に自分自身を見つめ直し、自分の人生について改めて考えることを促したいと考えている。アイスストーリーは、単に技術的に優れたスケートパフォーマンスを見せるだけでなく、観客に深い思考を促し、人生観を変える可能性を秘めている。そして、羽生さんは、チーム全体で、最上級の体験を提供することを目指している。演出には、 過去2作と同様、ミキコさんが参加する。ミキコさんは、ダンスや演劇など様々な分野で活躍する演出家であり、羽生さんの表現を最大限に引き出し、観客を魅了する舞台を作り出すことが期待される。羽生さんとミキコさんのコラボレーションは、過去2作で高い評価を得ている。2作目、RE Underline Play では、羽生さんのスケートと映像、音楽が見事に融合した、 幻想的な世界を作り上げた作目となるアイスストーリーでは、羽生さんとミキコさんは、さらに深く、より人間らしい表現に挑戦すると予想される。羽生さんは、自身のスケートで、観客に深い感動を与え、人生観を変えるような経験を提供したいと考えている。名という普遍的なテーマを、羽生さんはどのように表現するのか、そして観客にどのようなメッセージを伝えるのか。 30歳の誕生日を迎え、新たなショーを始める羽生さんの、アイスストーリーに、世界中から注目が集まっている。羽生結弦全国ツアー開催決定、心を込めて、魂を込めて、全身全霊で30歳誕生日に開幕、プロフィギュアスケーターの羽生結弦さんのアイスストーリー第3弾、結弦る繁栄アイスストーリーさん RDA コーズオブライフツアーが開催されることが4日、発表になった。 2024-2025年にかけて全国3カ所を回る。写真、譲る範囲アイスストーリーさん RD ・エコーズ・オブ・ライフツアーのロゴ、第1弾、ギフト第2弾、RE ・アンダーラインプレイに続いて出演、制作総指揮を羽生さん、演出をミキコさんが務める。今回の「エコーズ・オブ・ライフ・エコーズ・オブ・ライフ」は人生の旅路や成長をテーマに、名とは、生きることの本質を問う物語となっている。 ツアーは、ニューさんの30歳の誕生日の12月7日に初日を迎える。12月7日、9日、11日に埼玉公園、埼玉スーパーアリーナ2025年1月3日、5日に広島公園、広島グリーンアリーナ2月7日、9日に千葉公園ララアリーナ東京米が行われる。ハニューさんのコメントは、以下の通り。私は、生きているということについて、 物心ついた頃から漠然と考えてきましたそして東日本大震災を経てまた様々な災害に遭われた方と出会い記憶や思いに触れ加えて近年急増しているように感じる日本各地の天才や世界中の困難を目にするごとに学んできた生命倫理と考え感じてきた私が持つ哲学の中で私が生きているということを生きている意味について答えを探しては見失い また探して見つけて仮定してということを繰り返してきました。太目を外に向ければ、私たち自身を見失ってしまうような、情報にあふれた社会の中、自分の痛みも他人の痛みも感じ続けてしまうような世の中で、命とは何か、私とは何か、そんな途方もない問いへのヒントになりたいと思い、物語とプログラムをつづりました。きっと、私にしかできないなんてことは、この世には存在しないと思います。 AI やテクノロジーが発展している今、人間にしかできないこともどんどんとなくなり始めています。ただきっと、作り上げていくチームと、公演を見てくださる皆さんと一緒なら、その一瞬は、私たちにしかできないことに変わると信じています。世界最高峰のチームと、そして、皆さんと一緒に、最上級の体験をしていただけるよう、心を込めて、魂を込めて、全身全霊で滑り、 届けていきます羽生さんのコメントからは彼が「名」というテーマに真剣に向き合っていることが伝わってくる東日本大震災という大きな経験を経て羽生さんは「名」の尊さそして「生きること」の意味について深く考え哲学を深めてきた今回の「アイスストーリー」では羽生さんは自身の経験や哲学をもとに観客に「名」について問いかける それは、単なるスケートパフォーマンスではなく、観客それぞれが自分の人生について深く考えるきっかけとなるだろう。また、羽生さんは、チーム全体で、最上級の体験を提供することを目指している。演出には、過去に作と同様、三木子さんが参加する。三木子さんは、ダンスや演劇など様々な分野で活躍する演出家であり、羽生さんの表現を最大限に引き出し、 観客を魅了する舞台を作り出すことが期待される。羽生さんとミキコさんのコラボレーションは過去2作で高い評価を得ている。2作目「RE&LINEPLAY」では羽生さんのスケートと映像音楽が見事に融合した幻想的な世界を作り上げた。3作目となる「アイスストーリー」では羽生さんとミキコさんはさらに深くより人間らしい表現に挑戦すると予想される。 羽生さんは自身のスケートで観客に深い感動を与え人生観を変えるような経験を提供したいと考えている。名という普遍的なテーマを羽生さんはどのように表現するのかそして観客にどのようなメッセージを伝えるのか30歳の誕生日を迎え新たなショーを始める羽生さんのアイスストーリーに世界中から注目が集まっている。